ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。はい、じゃあ今週も始まりましたファンドマンの日常。今回は代表の僕が話そうと思います。で、テーマなんですけど、前までドラマでやってたり、あとはまあ2月っていうタイミングもあって、この時期になるとやっぱり毎年こう中学受験のことはこう話題に上がってくるなというふうに思って、まあ僕自身も経験してますし、この3人の中じゃ中野くんも中学受験を経験してると思うんですけど、最近、やっぱり最近というかまあ前々からずっとやっぱ面白いなと思っていて、で特にこう最近中学受験ってこう子供の数は日本全体で減ってるんですけど、中学受験する数ってまあ年々増えていってて、お金を一人当たり の子供にかけるお金がやっぱ増えてるっていうことで、中学受験はもう本当に加熱が止まらないんですけど、この加熱が止まらない中学受験の世界の中で、その中でも中学受験のその受け入れる学校側がどういう子供が欲しいか、結構その問題に込めてるなっていうのを感じていて、まあそういう問題にこう出くわすとこうやっぱり楽しいなとかいうふうに、今でもまあ中学受験僕もうとっくに何十年も前に終わったやつですけど、すごい今でも思うんですよ。なんで今日はなんかそういう中学受験のこういう問題が面白いとか、中学受験の時に結構いろいろとこう、まあ僕の昔の記憶を思い出して、あんな面白い問題あったな、とか、そういうのも紹介できたらな、というふうに思います。で、早速、最近結構話題になった問題で、結構前の多分受験問題なんですけど、ドラえもん問題って二人知ってます？聞いたことある気がする。うん、あれ受験なんか三井物産の入社試験じゃなくて、それ三井さんなんかどこでもどこあったらどんなビジネス考えますかっていう入社試験。それはそれで面白そうだった気がするけども。どこでもどこあったら面白い、うん。それはそれで面白い問題なんだけど、まあもうちょっとさすがに中学のレベルが低い問題。そう、個人的に、なんか三井物産のやつで回答で面白かったのが、溶岩があるぐらい地下のとことつなげて、地熱発電するっていうのが、うん、面白いな。多分旅行とかそんなばっか考えると思う。エネルギー問題は解決するよね。例えば、うん、宇宙とつなげてさ、その、うん、宇宙の集めた水素を一瞬に送れたりしたら、もうエネルギー問題すべて解決する。太陽光も使えるし、太陽光で充電して宇宙で、で、それを即地球地上に持ってこれたらもう最強だよ。まあ、ただ、あれだね、そのどこでもドアを維持する電力がもっとそれ以上にかかる可能性があるから難しいけど全然関係ない話だったけど、ちょっと面白いな、これはこれ。まあそれはまた別で考えるとして、そうドラえもん問題あるんですよ。これは僕の母校の麻布が出した問題で、まあ問題文読むと、99年後に誕生する予定の猫型ロボットドラえもん、このドラえもんが優れた技術で作られていても生物として認められることはありません。それはなぜですか？理由を答えなさいっていう問題な。これ結構面白いなと思ってて。これだけ見たら普通子供何残っちゃってわからないんだけど、一応その前の文の中に、生物として認められる条件として、自分と外界とを区別する境目を持つ、うん、と、あと自分自身が成長したり子供を作ったりする。で、三つ目、エネルギーを蓄えたり使ったりする仕組みを持っている。で、この三つが生物としての条件として与えられているので、うん、まあちょっと考えれば、まあこの2番に該当するのかなっていうのはわかると思うんです、うん。自分が小学6年生の時だったらどう答えるかなとか、ちょっと2人だったらどう答えますかね、これ。例えばですけど、僕だったらこの問題見た時に答えられないんじゃないかなと思ってて、その2番のその自身が成長したりこう作ったりするっていうところすら、ドラえもん道具だったらなんかビッグライトで大きくなったり複製する道具とかで複製できちゃう、まあ、だからかとはいえ、この成長の定義がこの確か問題文には書いてあって、なんか細胞を増やすことをなんかこう成長の定義するみたいに書いてあったから、細胞自体がサイズ大きくなるビッグライトじゃダメかもなとか、なんかいろんなことを考えたりしちゃうなっていうのを、僕が小学生の時のことを考えると思うんですけど、なんかこう、どう答えるんだろうなと思って二人だと。何かしら、難しいな、その、菌とか、そういうのになると別だけど、いわゆる普通の哺乳類とかそういう感じになると、なんだろう、こう、母体から出てくるみたいな。ああ。うん、のはなんか一つの、まあ、条件じゃないかもわかんないけど、なんかそういうのを、でもまあドラえもんって違うよなみたいな確かにね、うん、
そうだね。だからこの子を作ったりするっていう、そこのイメージがそもそもやっぱドラえもんのそのイメージと違うってことだよね。そうそう、お母さんって誰みたいな。そういうことを考えるのか、子供だと面白いな。多分小学生だったらそれぐらいの感じで考えるんじゃないかな。そうだね。あとはまあなんか金属使うの反則みたいなって言いそうな気がするけどね。そうだね。なんか、まあ今だったら有機物じゃねえって言えるけど、当時多分有機物って概念知らないから、金属っぽいからって、まあ、なんかそういうの答えそうな気がするけど。あるね。そう。金属っぽいもの、うん、そもそもだからそうだね。金属が体に入ってるのはおかしいから、みたいな感じかな。まあ原子単位で見ればね、鉄とかミネラル山ほどあの体の中にあるんだけど、主成分ではないから、ね。そうだね。それは面白いな。子供だったら、この問題、その 1,2,3 の問題文、さっきの3つの条件を完全無視したら、なんか、そもそも空想の話だからとか、なんかいろんな、なんかそういうのを書きそうだなって、俺、小学生の俺だったら書きそうだなとか、まあそれだったら落とされてただろうなとか、いろいろ考えちゃう。面白い。こういう問題結構面白いなと思ってて。あともう一個、今のは理科の問題で、次社会の問題なんですけど、リニアの中央新幹線のルート図が与えられて、まあ、東京と大阪はほぼ直線で結んだルートになってるはずなんですね。まあ、問題文としては、なんか電車の窓から景色を見るのが大好きな旅旅行の愛さんが、このリニアに乗車できたとします。終わった後、どんな感想を持ったと予想しますかっていう問題があるんだよね。こういうのも結構面白いなと思って。まあ、アルプスとか、あの辺をぶっ抜き状態っていう感じ。そう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 。そうなると、この愛さんはどんな感想を抱いたと思いますかみたいな。面白いなと思って。これもちろん、通るところを見て考える。うん、まあ、小学生の頃の自分だったら、アルプス見れて最高みたいな。なんだろう。トンネル多いみたいなじゃん。そうそう。トンネルと山しか見えないみたいな感じ。この通り。本当の答えは、トンネルと山しか見えないから、何も楽しくなかったってなるの。そう、なんか自分が小学生の頃だったらどう答えるのかなとか考えると、結構やっぱ、なんだろう、アルプスをこう眺めるのが楽しかったみたいな。なんかそれなんか通るからイコール見えれるみたいなので書いちゃいそうだなっていうのをなんかすごい思った。こういう問題。その辺はなんかマニアックな知識が試されそうだけど。そうそう。いやだから山を通るイコールトンネルばっかりになるっていうところをちゃんと考えられるかとか、それはまだから過去にちゃんと自分は経験してるかってことだと思うんだよね。あとじゃあそうなった時にこの愛さんのこう立場に立ってどう思うかみたいなこと、その窓から景色を見るのが好きな愛さんがっていう問題だから、まあそこでその人の気持ちに寄り添えるかみたいなところも含めて面白い問題だなというふうに思ってます。小学校の頃とかほぼ電車乗ってなかったから、うん、絶対分かんなかったんだろうな、うん、確か電車乗ったのとか多分中学校の部活で乗った時ぐらいな気がするな。確かにね。そう、電車って意味ではさ、やっぱ小学生って基本近所の歩いていける小学校にしか行かないから、うん、確かにその経験をしてるのは少ないのかもしれない、うん、そもそもまあうちの地元は鳥取だけど、最寄りのうちの実家から最寄りの駅まで徒歩40分とかだし、そうなると、まあ、電車って何ぞやってなるのかもしれない。そこからもう一つ、こう、想像力を膨らまして、電車って別に山を登って降りるわけじゃなくて山を突っ切るんだよ、みたいなところを、こう、想像できたらなんとか答えが出せるのかな。いや、でもそれも難しいか。これ難しい問題ですね。なんとなく、お金持ちのご子息を相手にしている問題な感じがする。都心に住んでいて、旅行で新幹線でバンバン、いろんなとこに行く。家族が想像される。確かに。間違いないです。まあそういう家を対象にしている問題なのかもしれない。部分点ぐらいもらえないのかね。なんかアルプスが見えているかみたいな。まあそうだね。そうだね。そう。なんか、アルプスを通るとか、その部分点はもらえると思う。だからあとはそこの気持ちに寄り添えるかとか、想像力をもう少し働かせられるかっていうところだよね。いや、面白い問題ですわ。なんかこういうのが結構その考えさせる問題っていうのは最近やっぱすごい多くなってきていて、いろんな学校がこういう考えさせる問題をたくさん出していて、こうなるともうなんか塾で教わるとかそういう話じゃなくなってくる。だからこうさっき言ったその受験生が大量に多くなってきても、こうなんだろう、塾の点数がいいだけじゃない、人をこうしっかり取ろうっていう意図がすごい、こうやって塾じゃ教わらない自分で考えなきゃいけない問題が増えてるのはすごい面白いな、面白い傾向だなと。だから家庭でしっかり子どもとコミュニケーション取ってますかみたいな、うん、なんかそういうところが問われているんだなっていうのをすごい思いますね。
そうね、僕の多分僕と中野くんの頃ってここまでなんか考えさせるっていうよりか普通にテストでいい点取れる人が合格してるイメージじゃなかった。そうだと、まあもちろんそういうトリッキーな問題も中には本当に一にもあったんだろうけど、別にそれはそこでは差がつかないというか、うん、っていう感じだよね。そう、結構今はどの問題もこういうのを考えさせる問題が出てて、やっぱ中学受験って面白いなと。でもこの構図って結構就活とかでも似てないですか？今はさ、もうみんなさ、なんかとりあえずフェルミ推定、とりあえずケース面接だって言って一通りそういうのはお勉強してくるじゃないですか。結構、まあもちろんできる子はできるけど、金太郎飴みたいな同じようなこう解放が出てくるみたいな感じの、ね、うん、本質をどうちゃんと考えてるかっていう。まあそれをもちろん我々は面接とかではいろんな質問をして明らかに、じゃあちゃんと考えてるかとかを明らかにしていったりとか、あとはそもそもすごいトリッキーだというか、そういう決まりきった解き方で解けないような問題を出すとか、なんかそういうの対応するけど、なんか似てるなと思って、すごく。そうだね。いやだからそういうある程度型が出てきたらその型を破ろうとして新しい問題を考えてっていう、こういたちごっこが延々とこう塾とその学校の間で繰り返されてるって。今もそうだよね。就活もそうだよね。就活塾というか、こういうのを答えればいいみたいな人たちに対抗するために、今度はまた新しい考える問題が生まれてるっていうのが、延々と繰り返されてるなと思います。そう、結局なんか、公平性みたいな感じでペーパーテストに戻ってきたら面白いね。確かにね。そう、なんか面白いね。確かに。センター試験が、あれだよね、共通テストになっても、なんかそういうなんかちょっと考えさせる問題が増えたんだ、うん、なんか記述問題があるって聞いたけども。あ、そうなんだ。そう、なんかどうやって採点するんだろうと思って。センター試験もさ、なんかこう、ある程度慣れてくると、もうなんか特殊なゲームみたいな感じになって、例えば、特に数学、ね、なんか、四角分のルート四角って書いてあったら、まあ2分のルート3だろうみたいな、なんかそう、大体こう。あるね、あるね。そう、だからこう、大体、だからそのなんか見ればある程度分かっちゃうというか、そんな考えなくても、うん、僕とかも本当にそういうのを見て、回答欄のそのなんかルートがついてる位置とかから答えを逆算するみたいな、永遠とやいかに早く解けるかっていう RTA をしてたんですけど、まあでも、なんだろうな、そういうのが生まれてきちゃうと、もう本当に頭の良さ関係なくなっちゃうから、というので対抗して生まれてきたんだろうな、とかいろいろなことを思います。国語だったら多分今でも問題文見なくても多分7割ぐらい取れる気がするけど。問題文見なくても解ける。それはやばい。いや、明らかに同じ異質なものが答えだから、異質というかその中で一通りしか考えられないものが。これとこれってまあ同じこと言ってるよなっていうのは答えにならないもんね。うん。確かに。それは面白い。後編へ続く。